指導者には全員影響を受けてるね。少なからず。で、まあ、自分一人じゃやっぱり上手くなることはなかったのし、指導者がいて、あと仲間がいて、まあ、チームメイトがいて、であとはひたすらにもう練習しまくるっていう、まあ、それでやってきたんですけど、でまあ小学生の時はすごく伸び伸びやらしました。しつけの、まあ、その、なんか、あの集団としてしっかり定めた、まあ、ルールでね、まあ、そこはあのおろそかにしないで練習、楽しくサッカーやりましょうっていうところで、逆に言うと、変にこう制限させられることなく、伸び伸びプレーができたので、自分はそこでおそらくそのサッカーがすごく好きだっていう気持ちを常に確認しながら、まあ、自分でやるっていうのは主体性みたいなところを、まあ多分身につけられた時期なのかなと思うし、中学の時は、まあ、今の FC 町田ゼルビアの前身のチームに行ったんで、まあ、レベルが高かったんでね。だから、中1の時は全然試合に出られなくて、ただね、サッカーが大好きな人が周りにいたから、それが自分にとってすごく救いで、救いというか良くて、試合には出られないんだけど、楽しかったんでね。まあ、小学生の時に芽生えたその主体性の部分が、うまく中学年代におそらく繋げられて、本来は多分中1の時が一番試合に出られてないから、まあ、つまんなかったり、辛かったりをしたと思うんですけど、あんまりその感じがなくて、まあ、試合に出たいなっていう気持ちが持ってたんだけど、まあ、周りの、まあ、仲間たちに助けられる時もあったし、中学の時もあんまり細々教わってないな。だから教わってないのはいいのか、良くないのかは、なんとも言えないんだけど、だから少なからずこれを絶対しちゃダメだとか、これをしろみたいな、命令された経験はなくて、それは良かった気がする。自分がどんどんこう主体的にあのフットボールにのめり込めたの。俺は本当にこれが好きなんだなっていうのは、うん、なんか常に感じられながら中学時代も送れたので、でそうするとまあ自然になんか自分でやるっていうことを決めて、自分で練習するとか、自分に必要なものは何なのかっていうのを自分で考えるようになってたので、スタートのあの時の僕のおそらく立ち位置は低かったと思うんだけど、まあそこから先はまあジャンプアップで結構その集団の中で追い越して追い越して上の方に行くみたいな経験はまあしてきたのね。でもまあ必要最低限の情報とまあ環境を提供してもらう中で多分やってきた感じもしたので、まあそれは僕は良かったのかな、分かんない、良かったのかもしれない。で高校の時は一番きつくて2年間試合出なかったから、でも高校の時はプロになりたくて的井学園に行って、でもなんかフットボールのイロハみたいなところはそこで初めて教わったかもしれない。フットボールにはパスとドリブルの2つあるっていう、だこれはやっぱりあのうまく使い分けてプレーするなっていうのと、まあ、今のフットボールほどすごくあのなんだな、言語化されたりきちんと定義されたものではまだ当時じゃないけど、まあ、25年ぐらい前だから、でもすごく整理された中でトレーニングができたので、まあ、プロにこう向かっていく上ではすごく良い時間が過ごせたし、今そのプロになりたくてみんなそこに集まってるんだけど、そのプロになることだけが人生じゃないっていうのと、全員がプロになれることはないっていうのを明確に言われた中で3年間過ごしたから、まあ、自分の人生を高校生ながらにすごく真剣に考えた。それはあのフットボールが上手くなる上手くならないとか知識が獲得できるとは別で、自分の人生をどういうふうに考えるのかっていうのを、要はバグナットフットボールするに関わるとさ、プロ選手になれる人なんてもう本当に一握りだから、そういうのを常にこう言われて意識する中で自分はどうすべきなんだっていうのを考えて、あの3年間生活できたっていう意味では、まあ、高校の時の指導者も、すごく自分にとっては影響はあったね。だからするとそういったところでの自分が受けたものを今みんなに少しこう、提供してる感あるかもしれない。でもまあ、フットボーラーとして、まあいろんな人に、まあ、使えたというか、いろんな人の下でプレイしたんで、まあ、その分だけいろんなものは吸収してるけど、プロ行っても10チーム以上行ったからね。
でもそのプロになるまでも含めて自分を形作るっていう意味では、まあ、小中高が多分一番重要なんで、まあ、主体性を芽生えさせることができた時期と、まあ、その上でひたすら練習した時期と、あとはもうその先の人生を俺はどっちに行けるんだっていう、すごくこう不安定な中で迷いながらも、でもやっぱりここだってこう心に決めて一生懸命努力したっていう、まあ、高校時代があって、まあ、ここが一番やっぱり自分にとっては大きいんですか、自分の人間形成っていう意味でも大きかったと思うし、まあ、その先プロ入ってからもちろんそれはそれでいろいろあるんだけど、プロになれるかなれないところが一番やっぱり今自分にとってもすごく難しい時期だったし重要なところだったと思うので、まあ、そういう意味ではやっぱりその高校年代までの指導者の影響というか印象が強いです。